まずは1回の表、鳥取城北、その山内の立ち上がり。フォアボールでランナーを出した後、ピッチャーゴロでダブルプレー。そして3番の小島を空振りの三振に仕留めまして、上々の立ち上がりを見せます。1回の裏、鳥取城北、3番の畑中、レフト前ヒット。これでワンアウト1塁2塁、チャンスを作ります。そしてこのチャンスで4番太田、キャッチャーファールフライ。5番の徳山、センターフライでこのチャンスを生かすことはできませんでした。2回の表、東海大相模、ワンアウト2塁で6番の佐藤、三塁線を破っていきまして、二塁ランナーも三塁を蹴りました。まさにアグレッシブベースボール。まずは東海大相模が佐藤のタイムリーヒットで先制です。3回の裏、鳥取城北、ワンアウト一塁二塁で3番の畑中、レフトフライ。そして4番の太田も三振で、この一塁二塁のチャンスを生かすことがこの回もできませんでした。5回の裏、ピッチャーがエースナンバー石田に代わって、空振りの三振、9番の山内から奪って2番の中木村も三振。6回の裏、鳥取城北、ワンアウトランナーなしから7番の岸野がセンター前ヒットで出塁します。そしてワンアウト1塁から8番徳永、レフト前にヒット。これが連続ヒット。そしてこのチャンス、9番の山内がバントしたんですが、ここは3塁で刺します、ピッチャーの石田。2アウト1塁2塁で1番の松田の打球、ライトいいところに守っていました、ライトフライ。チャンスを生かすことはできませんでした。8回の表、東海大相模、2アウト1塁2塁、4番の柴田、ショートゴロ。2アウト1塁2塁のチャンスは生かせませんでした。その裏、鳥取城北、2アウトランナー1塁で5番の徳山がレフト前ヒット。2アウト1塁2塁、チャンスを作ります。6番の宮田、サッといっぱい、石田の素晴らしい投球がありました。この回も無得点。9回の表、ワンアウト2塁3塁、鳥取城北ピッチャーが広田に代わって、8番の石田とのエース対決、空振りの三振を奪いました。2アウト2塁3塁で9番の黒沢も三振で、2者連続の三振、ここも抑えます。9回の裏、7番の岸野が右中間を破るツーベースヒット。そしてランナー進めてワンアウト三塁で、ピッチャー対決でしたが空振りの三振。そして1番の松田に対する投球、空振り三振、2者連続の三振。石田が吠えました。1対0、東海大相模が1点を争うこの好ゲームを制しました。今日のゲームです。